違うんだけど、違うんだけど、私の学びの土地、あった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 あったあった、ここアカデミーに行ってみましょう。お話聞いてみましょう。ダウンロードコンテンツ購入した、あれだね、林間学校といえば多分そうだと思う。戻ってきました、グレープアカデミー。でもさ、こうクリアというかね、エンディングとかまだ見てないから、まだいけないものだと思い込んでいたんだけれども、まあ、お話聞くだけでもねこうなったら行こうねって言われるかもしれないけれども、この人だね。ジニア君が言っていた林間学校の生徒は、お話ししてみましょう。はじめまして。どちら様でしょう。もしかして君が、そうだね、林間学校に選ばれた。名前は確かメイです。敬語使っていきましょう。メイ君、礼儀正しくてとっても輝いているね。お、テラスタルオーブを持っているのかい。さすが資源が潤沢なバルデア地方の学校。いやー、君が特に優秀なのかな。おっと、すまない、申し遅れてしまった。私はブライア先生。遅れてすみません。タジニア先生来てくださいました。あ、メイさん、入学早々林間学校に行けるなんてとってもラッキーですね。いいな、僕も行きたいな。笑顔が眩しい。おほんブライア先生、失礼しました。ご紹介に預かった、私がブライアだよ。ブルーベリー学園で教師をしている、イッシュ地方の学校の教務主任さんなんですよ。イッシュ地方、聞いたお名前だね。今年はブルーベリー学園が生徒の引率を担当するので、メイ君を迎えに来たのさ。北上の里は田園風景が有名、ひなびているが不思議な場所でね、パルデア地方のテラスタル現象と同じエネルギーが検出されているんだ。私も引率ついでに調査できるのが楽しみなのさ。ほう。いずれはパルデアの大穴内部もじっくり調べさせてもらいたいね。あそこは、ポケモンリーグやクラベル先生の許可がないとなんとも。そうなんだ。学校の先生たちだったら、行けるとかっていうわけではないんだね。わかっているとも。申請はしているので、良い返事を期待しているよー。おー、むまあでも、ジニア先生も行きたそうだけどね。メイさん、置いてけぼりにしてすみません。後ろの闇ラミ可愛いな。とにかくですね、林間学校は宝探しの舞台をパルデアの外まで広げられる、またとないチャンスです。図鑑アプリをアップデートするので、スマホロトムいいですか？かしこまりました。お願いします。おお。メイのポケモン図鑑に北上図鑑が追加されました。はい、完了。これで北上のポケモンも登録しまくりですね。親御さんの許可は取ってますので、ママありがとうママ。ぜひ楽しんできてください。もうでも手を振ってくれたけれども、行っていいものなのかしら。ジニア君はわかりやすくてチャーミングだね。さて、メイ君、北上の里へは飛行機やバスを乗り継いでの長旅になる。北上の里へ旅立つ準備ができたら声をかけてくれるかな。だって、北上の里に出発しようだって。行ってみてもいい？ちょっとさ、もしかしたら向こうの方がレベルがね、ぐんと高いかもしれないから、ちょっと見るだけね。ほら、こちらの宝探しも進めたいし、授業だって受けたいし、だけど、そう言われたら許して行きたい。ちょっと行ってみたい。メイ君、北上の里へ旅立つ準備はできたかな？帰ってこれるよね？はいって今元気よく言おうと思って、あれだけど、帰ってこれるよね？はい大丈夫だよね。よし、他の生徒が揃ったら出発しよう。メンバーはくじ引きで決めて、みんな初対面との情報だ。あー、じゃあ、ネモさんとかペパーさんとかと一緒というわけではないかな。引率としてついていくが、私自身も楽しませてもらうよ。ところで、君はバイオレットブックを知っているかな？知らないです。教えてください。それは何？
いや意外だね。この学校にも寄贈されているはずだよ。この本の著者、言えなかった、著者、ヘザーは私の先祖にあたるものでね、私は彼のオリジナル本を持っているんだ。どんな本なの？バイオレット色ではある。未来丼が書かれてる。見た前、出版された本では塗りつぶされて読めないページさ。円盤のポケモン？観測隊員とはぐれた時、大穴の奥底で私は不思議な物体を見つけた気がする。ポケモンなのか、生きているのか、それすらわからない謎の存在。彼の外角は六角形が多層的に重なった構造になっており、宝石よりも光り輝いていた。の形はまるで円盤のようだ、だそうです。でもこれを、初版じゃないやつは読めなくされているっていうことなんだろうな。ということは結構、ね、トップシークレット的な扱いなのかしら、とか思ったり。あ、続きがあった。この生物を仮にテラパゴスと呼称するが、彼の体そのものがポケモンを輝かせ、結晶化させる要因となる物質ではないかと推測する、だそうです。何を言われているか全然わかんなかった。描かれているポケモンの名はテラパゴス。あ、でもテラって入ってる人のテラスタル関係なんだろうな。ヘザーがエリアゼロのさらに奥で出会ったという謎のポケモンだ。世間には信じられていないがね。超伝説のポケモンみたいな感じかな。私の夢はテラパゴスを見つけ、ヘザーの正しさを証明すること。とはいえ、エリアゼロに入る許可は未だ得られない。いや何、大丈夫さ。今できることをするつもりだよ。ブライア先生、用意できました。初めましての方々、全員揃ったようだ。それでは皆、北上の里へ出発だ。楽しみ楽しみ。もうめっちゃ強かったりしたらすぐに帰ってこよう。で、あ、でもた、あ、すごい、見て、カイリュウが一緒に飛んでる。このロード画面かわいい。もう楽しすぎて。はぁ、ゼロの秘宝の、いまいち詳しく分かっていないけれども、前編青の仮面行ってみましょう。間違えた、青じゃない、緑の仮面、恥ずかしい。どうしようね。でもこうちょっと戦えそうな感じだったらどうしようという感じね、困っちゃうね。ペリッパーがいる。あのベンチのところにね。やっと着いた。飛行機とバス座りっぱなしでお尻が痛いわ。はは、長旅ご苦労様。みんな揃っているかな。はーい、さっきと同じメンバーだね。大丈夫だね、一人も欠けてないね。さて、ここが北上の里。今から始まる銀冠学校の舞台だ。楽しみすぎる。ヤンヤンマと奥にはウパーがいるね。私も来るのは初めてだけど、田園風景が輝いているね。新たな出会いというか、新しいポケモンは今のところ私の目では見つけられない。その先は水力タウン、私たちの拠点となる村さ。かしこまりました。そして、先生、ちょっと気分が悪くて、あらあら、あら、かわいそう、かわいそう、乗り物酔いとかしちゃったかな。それは大変だ、乗り物酔いだろうね。同じこと言われてしまった。しばらく、田園を見ながら、みんなで一休みとしよう。かしこまりました。メイ君、ちょっといいかな。はい。私たちの到着を、この先、水力タウン、公民館の管理人さんまで知らせてくれるかな。体調不良の生徒がいることも伝えてくれるとありがたいよ。任せてください。かしこまりました。寄り道などせずに行ってまいります。頼もしいね。私は彼のお世話をするのでよろしくお願いするよ。かしこまりました。パッと見てわかるかな。そんなに遠くなさそうだったよね。水力タウンに向かおう。そこのアイテムだけ取っていってもいいですか。寄り道などせずに行きたいところ。あ、ウパーがいる。ウパーと誰か奥にいる。モンスターボールを手に入れまして、あれは誰、ポチエナだー。かわいい。寄り道、ね、などせずにここってさ、
さ、ミライドンって呼び出せるのかな。ミライドンって、あ、今はミライドンにライドできないんだ。そうなんだ、そうなんだ。ということはそこにはちょっと登れないということだね。登れる。寄り道などせずに誰がいるかだけチラッとピッピだー。このシルエットはピッピー。わあ、びっくりしたポチエナパマパマは出てきてくれましたね。あ、ポチエナレベル12だって。ということはここでちょっとバトルとかゲットとかできてしまうということだね。ウパーがいて、あー、くるまる違う、絶対名前が違うけれども、見つけまして、アイテムいっぱいある、ポチエナがいる。決して寄り道などせずに水力タウンに向かいます。ごめんなさい先生、ごめんなさい。誰、ヘイガニだヘイガニがいて、あれは糸丸だー。ヤンヤン、まあまあ、でも新たな出会いというよりは出会ったことのある子たちが続いて見つけられているね。今のところ新たな出会いはないのか。あ、ここは登れない。あのアイテムは取れない。いやついてしまったあ、ロコンが奥にいるのが見えまして、何かが始まってくれました。誰かがいるね、その建物の前。お二方いらっしゃるようなね、そんな気がする。あの人たち喋ったらいいのかな。ロコンかわいい。髪の毛をサラサラな髪の毛の人がいらっしゃる。姉ちゃん、あれ姉ちゃんということは弟くん、お姉ちゃんみたいな感じなのかな。ねご兄弟似てるもんね。あんたがバルデア地方のアカデミーの生徒ってやつ。そうです。かっこいい。すぐり黙って、すぐりくんかな。私はゼイユさん。残念だけど、よそ者は水力タウンに入れてあげないのーって、ちょっとなんか不敵な笑みされてるね。どうしても入りたいなら私と勝負しなきゃダメ。姉ちゃん戦いたいだけ。意地悪戦いたいだけってことはちょっとネモさん気質なのかな。すぐうるさい、めっちゃ怒ってる。弟は無視していいから。それじゃ位置につきなさい。バトルなの、大丈夫かな。ね、もしかして向こうでクリアしないと勝てないレベルだったらどうしよう。たっぷり遊んであげる。ちょっとあの笑顔の作り方がさ、ね、悪い人っぽく見えてしまうけれども、戦いたいだけなら大丈夫だよね。ポチエナが出てきましたね。こちらはパモパモが一番前にいてくれたので、パモパモが出てくれました。ようこそ北上へ。まずは土の味噛みしめなさい。という割には地面タイプではない。ああー、大丈夫。相手はレベル12だから、まあ、ここはスパークで戦っていきましょうか。スパにも良かったけれども、よし。相手はでもね、ポケモン3匹いらっしゃる。新たな出会いとか見れたりするかしらーとかちょっと思うけれども、ロコンが出てきますね。ロコンは、この子もレベル12。全然大丈夫だね。よかった。ここでね、帰らなければいけないかもしれないとか思ったけれども、そんなこともない。チャデスをくぐり出そうとしているそうです。チャデス。このままにしてみる？チャデス。おお、ちょっと大きく映ってほしい。ちょっと戦うのボタン押すの待って。見たい。しっかり姿が見たい。お茶だー！ポットですとか、と、ね、仲良くなれそうだよね。お茶だー緑茶だった。あの子ちょっと気になるなぁ。パンパンも可愛い。
うんと、なんなのよ。まあでも、めちゃめちゃレベルが高いとかじゃなくてよかったね。よし、よし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 。パルディアの冒険も忘れてはいないけれども、わやじゃかな。姉ちゃんに勝っちまった。わーみたいな感じなのかな。悔しい。私が負けるなんてありえないのに。ほら、ほら、ちょっと表情の作り方がさ。まあ、ギリギリ合格ってとこかな。仕方ないね。あんたなら私の舎弟として村に入ってもいいってことに。こりゃー、勝手に何やっとる。さてさて、ご視聴いただきましてありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。